I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.麦わらたちの冒険の記録がここにあるらしい。麦わらたちの冒険の。 シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部海バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に
見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、妙ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角、ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄、危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得て、エースが囚われているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。誰一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上、急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。ここはわしに任せてもらおう。俺は好きにやらせてもらうぜ。
三国にはあるはずのない道が至る所にあっているのよ。レベル4なんとかしてここを突破するわよ、クロコボーイ。バナータならこんなもん簡単に壊せるんじゃ。いねえのかよ、あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよな。極卒中か、面倒なのが出てきやがった。レベル4に入ってくるぞ。あるは毒を使いすぎた腹が。監視を逃れ、出口目指してコツコツと。バギーと3の大冒険、ここまで来たぜ、レベル4。何か騒がしいな、バギー。様子を見…うん、ボス、お前か、ミスター3。使えねえカスがここで何してる。えらいのが解放されとるだね。麦わら。あ、お前らこんなとこにいたのか。あんたらよくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前の金。囚人たちを解放すりゃ国内はさらに大混乱、脱獄のチャンスも急上昇だ。私の能力をもってすれば脳の鍵を作ることなどたやすいことだがね。バナータたちは立ち止まらずに進んで、バタ足はこの先の状況を調べてくる。岩さん、アクシも行くわよ。マネマネの能力がきっと役に立つわ。この辺りにあいつがいるはずだ。兵力を増やしとくのも悪くない。
解放してくれんのか。すまねえなあんた。ってクロコダイル、奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか。ミスターワン、付き合いましょう。あんたになら、ちょうど退屈してきたところだ。すぐにザコどもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ、行くぞ。覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。囚人どもが集まれ十分だ。
サバに出てえやつ俺様に続け。おお、キャプテンバギー万歳。サーブル、サーブルが地獄の大鳥で100分の大差と降参ぞ。この先からレベル3に上がれそうじゃ。社長、もう立たないで死んじまいます。貴様らが海へ出て存在するだけで庶民は愛するものを失う恐怖で夜も眠れない。かよわき人々にご安心いただくために凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦で、それが破れしゃこの世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのはこの世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。ぜはははは、久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ。おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ。おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜはははは。エースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。ウィー立派に戦ってたぜ、おめえの兄貴はよ。俺たちの前にエースが現れなかったら本来死んでたのはおめえだ麦わら。
つと、後で最高のショーを見せてやるからよ。先を急いで、道は開けてるわよ。まだこの先いくつも門がある。力押しで突破できるかしらね。問題ナッティン。あっちが所長に化けて門を開けさせてみるわよ。道ができたベル。ありがとう、イワちゃん。礼なんて言わなくていいの。バナートのことは勝手ながらサポートする義理がある。同胞の息子を目の前で死なせるわけにはいかなあ、ベルはよ。本当はバナートの父ちゃん、革命家ドラゴンが軍を率いて動き出すとき、バター氏は再びシャバへ飛び出すつもりだったベル。でもバナータが来て状況は変わったわ。今こそ脱獄の時。何としてもインペルダウンを脱獄し、エースボーイを救出するわよ。よし、待ってろよエース。今行くぞ。安心し、バター氏がついてね。何が起きている？私の能力があれば足止めくらいはできる。早く行け、ミスター2。私は諦めが早いぞ。Thank you.
何かおかしい。現場に行って様子を見てこい。ここにも、まさか偽物。もうバレちゃった。みんなごめんね。ノレ、許さんぞ。もう時間がないわ。急ぐしかなさだめる。
手がすぐそこまで迫ってるがる。逃げるための足がねえとな。間に合ったべるね。それが乗る船がまだないのよ。ドウィンク。どうやら間に合ったブルね。イワちゃん逃げるぞ。あれやってくれ。ウィンク。いいわよ。ヘル。行かせん。ドウィンク。空間にたどり着いたぞ。脱出成功だ。まずいがね。あれは開けられんがね。どういうことかね。うおお、なんでか知んねえけど門が開いた。本当かそれ。ボンちゃんがさっき入り口で一緒にいたのに、ボンちゃん一人インペルダウンに残ったのか。俺たちこのまま進むのか。時間がない。あいつ置き去りにすんのかよ。まだ繋がっとる。ボンちゃん、おい聞こえてんのか。ボンちゃん、お前またなんでこんなことすんだよ。
あん時みたいによ、一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスター2。ミスター2、おめえってやつは。ボンボーイ。ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう。麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ワンちゃーん。残す言葉はあるか。本もオカマ畑でまた